レースを華やかに盛り上げてくれるレースクイーン。2023年の4月に、なんともセクハラがすごそうなスレが立ちました。レースクイーンしてたことある女だけど質問ある？特定されない範囲で答える。やっぱりド S なの？なわけない。昔みたいなハイレグじゃないけどどう思ってるの？今の衣装の方が可愛い。なんでやめたの？結婚したから。旦那は元レーサー？一般人。可愛いんだろうなあちら。レースクイーンって需要あるの？オートサロンでは人気者だよ。傘見せて。チーム特定されるから無理。お持ち帰りされたことある？旦那以外にはない。特定されてなんか不都合あるの？あるに決まってるだろ。どういう経緯で RQ になったの？ああいう可愛い格好してみたかったからオーディションに応募したら受かった。禁止になったんじゃなかったっけ？売れないモデルが仕事なくなるとか言ってたけどどうなん？ F1 は廃止になるね。そのうち日本も RQ の仕事なくなるんじゃね？もうやめたから私には関係ない。モテた？はい。みんないくつくらいで引退すんの？20代半ばくらいかな？ぼっちしている人いた？知らんがな。やっぱり自分より小さい男はお断り？もう結婚してるから身長関係なしに旦那以外はお断り。見抜きしに行きたいんだけどバレる？写真や動画撮って後で家で抜くくらいで我慢しておけ。見抜きで伝わるってことはやっぱり何人かいてバレてるのか、それとも旦那が見抜きしてるのか。変な客に見抜きしてるよって言われた。最初は意味がわかんなかったから後で調べたらあってなった。気持ち悪すぎわろた。そういうことするのは勝手だけどバレないようにやれ。そして報告してくるなって思った。すまねえ見抜きでしか行けないんだ。オフパコもま、こじゃ立たなくて見抜きばっかしてる。見抜きできるレースクイーンいたら教えてくれ。レースクイーンが働いてるお、サポ喫茶とか。そんな喫茶あるわけないだろ風俗行け。枕営業やりましたか？いいえ。モーターショーに出たことある？オートサロンならある。きついところってあった？夏場のサーキットのアスファルトの上で立たされてみろ。熱中症で死ねるよ。冬場はめっちゃ寒い露出多いし。月給どんなもんなん？イベントの数で変わるから一概には言えないけどガチ底辺の部類だよ。日雇いの日給月給みたいなもんか。大変だったな。1日いくらくらい出るの？1万円くらい。拘束時間で時給換算するとハードだ。他のバイトも掛け持ちしてた？レースクイーンの仕事だけで食っていくのは無理だよ。レースなんて毎日あるわけでないしだよね。他に何のバイト掛け持ちしてた？歯科助手。偉いおっさんぐせえ姉ちゃん次の仕事もしたいならわかるよな。こんなんあった？ない。最盛期のスリーサイズは？それプロフィールに載せてたから答えられない。レースクイーンって、ほとんどがレーサーかオーナーかセレブのセフレか、AV 嬢になるってのに。そうか、旦那がそれのどれかだったか。旦那は普通の会社員だよ。旦那とはどこで知り合ったの？趣味が同じでたまたま知り合った。車好きなの？好きだよ。脇が大好きなんだけど、脇取られてるとか見られてるってわかるもん。わかるよ。レオタード着たことはありますか？レースではないけどグラビア撮影ならある。グラビアもやってたのか。実はコスプレイヤー？レースクイーンってグラビアアイドル兼用だったりすることが多いよ。どこでやってたの？どこでって言われても、全国いろいろ回ってたよ。何かエロい話を。旦那に現役の時の衣装を着せられて、されたくらいしか。いいねえ、まあそりゃやるわな。旦那はレーシングスーツでも着たの？着てない。実はド M なの？多分ね、グラビアとかで変な衣装を着せられたら余計楽しかったし。どんな変な衣装着せられたんだね？バニーガールとかティーバックのビキニとか。いいねえ。旦那におねだりしてバニーガールコスエ、血をしてほしいぜ。すでにしまくってる。いいですねコスエ、血の方が気持ちよくなれるのかな？普通にするよりは楽しいよ。着たことあるレオタードは長袖？半袖？袖なし？袖なし。旦那愛してる感があって非常にいいな。でも多分10年後ぐらいには別れて新ままで頑張ってますみたいになるんだろうな。スレは以上で終わっていました。お次は2016年の5月に建てられたスレを見ていきましょう。現役レースクイーンだけど、質問ある？暇なので。スタイルええんやな。身長は169。高いな。まあ許容範囲だ。仕事内容はどんなん？ピットウォークとかギャルオンで、写真撮ってもらうのです。モデルみたいな感じか。年収どれくらい？200いかない。のでバイトしてます。毎月どのぐらい働いてんの？スタイルもいい、顔もいいのに。露出して変なやつにカメラ向けられて、200万しかもらえないとか、好きじゃないとやってられんな。今は目標があるので、やり始めの頃はメンタルきつくて、吐いたりしてましたしょう。お、目標あるのね。ちなみにどんな目標？あと東京ゲームショーなんかでも仕事してますか？もっとテレビ出て、MC とかできるタレントになりたいです。ゲームショーも出てますよ。あいいっすね、ぜひぜひ頑張ってください。テレビで見れるの楽しみにしてます。クイーンなのに何人もいるのなんて。チームのクイーンだからかな。レースクイーンと言ってもピンキリだよね。サパ GT にレギュラーで出てる？ GT 出てます。藤井行った。クイーンは何年目？ 3 年以上とだけ。カメラ持ってるキモい奴らに囲まれてるイメージで OK？まあ、合ってますしょう。テレビで見たんだがかなり低い位置から映してる奴らいたけど、ああいうのマネージャー的な人に注意されないの？あと将来は芸能界に進むためにやってるの？
お客さんなので。へえ、コンパニオンとかもやる？展示会もやりますよ。オートサロンとか。なんでブスばっかなの？可愛い子もいますよ。クイーンとキャンギャルの区別がつかない。仕事で良いこと悪いことは？良いとこはいろんな場所に行けることです。嫌なことは？お客さんはいろんな人がいるので大変です。衣装の元ではガムテープで胸補正してるって本当？うっふ、ぶっちゃけ枕とかあるの？やってる子はもちろんいますね。枕するほどの価値ある仕事もらえてる？枕したから有名になれるとかはないですが、なんて言いますか、ステップアップするためのちょっと近道？なるほど、例えばパチ屋のイベントから始まりレースクイーンになるにはある程度のランク上げなきゃなのね。お前さんは性格良さげだけど、こういう業界の女って性格極悪そうだ。いろんな子がいますよ。もちろん性格いい子も。彼氏は？いませんわら。副業のバイトってどんなのしてるの？飲食店です。これから夏になるけど暑さと寒さだったらどっちが辛いの？断然寒いのが辛いです。雨の日とか。太らないコツ教えて。規則正しく生活することかな？バイトなんてしないで金持ちのパトロン見つけた方が早いだろ。そういう子ももちろんいますね。自分の体で一番好きなパーツは？くびれ、かな？ドライバーやスポンサーに口説かれたらどうするの？笑ってかわしますわら。モーターショーとかに出るなら車にも詳しいだろうな。自分が尻を乗せてポージング決めた車で一番かっこいいと思った車は何？ポルシェ。レースクイーンってやっぱグラビアアイドルだったり芸能人になりたいのけ？私はタレントになりたいです。タレントか頑張っていつか TV にて出るスレ主を見たい。うちのママが元レースクイーンだった。正直そういう情報いいからって思った思春期。スレはこの辺りで終わっていました。それでは最後のもう一つ、2022年の12月に建てられたスレをご紹介します。バニーガールやってる女だけど質問ある？都内のキャバとかにたまにいるご案内係兼キャストのバニーガールです。毛は剃るの？剃らなきゃ危険だね。私は A 脱してるけど。おっさん。女子です。貧乳バニーガールっていいよね。まさに私、ヌーブラ2枚重ねで持ってる。バニーガールの腰についてる紐いらない肌は。あとテカテカしてるバニー、お前もダメだ。腰についてる紐？ティーバッグの紐じゃなくて？両サイドになんかついてんじゃん。超結びになってるやつ。それティーバッグの紐や。待機中だからこんなアングルしか取れない。綺麗な足だお。サンクス。やりまんですね。絶対信じないだろうが処女。プライベートで男に会いたくない。というか女の子のが好き。月いくらぐらい行くの？ダメな月で25、30。よくて40、50とか。調子悪くてもサラリーマンくらいもらえるのか。尻尾のふわふわ見せて。ついてない。急に頼まれたから自前の衣装持ってなくて借りたらこれだよ安っぽい。ないのかよ。あの尻尾がいいのに。それな。貸し衣装のメンテくらいしろっつの。お触りされた？まだ。下品ですまんが、ボツきそうなエピソードない？例えば、さっきのお触りとか、脳幹出勤とか、ナンパされたとか、お友達バニーのでもいいけど。そもそもあんまり宅につかないからな。バニーの時はいつもティーバッグ。彼女とバニーでした。レズネキなのか。素晴らしい。レズネキだよ。ハムみたいな網目だな。タイツぐらい細かいのが好き。でもハイレグ感エロいモッドみたい。普段はもっと可愛いタイツなんだけどね。これはタイツですらない。尻尾の丸ふわがないのにバニーと名乗ってんの？バカかお前。耳もないとか言わんよな。店に行って。私のやつにはついてるし、耳なかったらハムガールと名乗れ。耳はあるよん。尻尾ないと尻尾ふにふに触れないから避けただにしとけ。店に言えってよ。なんだ貧乳か。じゃあの。巨乳派か。すまんの。変態みたいな格好するの気持ちいい？高まるな。じゃあレスエピソードを詳しく聞こうか。そのまんまだよ。私は完全猫なんだけどバニーの格好してしたいって言われたから。俺も来てみたい。仕事してきた。ふわふわ復活。あとこれが偽乳な。かわいい。お疲れ。バックシームがないタイツか惜しい。これタイツじゃねえんだよな。男嫌いが男相手に商売するって面白いね。給料いいしね。学生かと思ったけど社会人なの？短大卒のフリーターよ。そそらないケツ。だろ？我ながらひどいと思うわ。しかも今日タイツじゃないから引き締まらないし。尻尾上すぎ。あとハイレグすぎ。バニーを分かってねえわ。多分ドンキ製だぞこれ。マイバニーはおうち。ふっと。体重は44だぞこれでも。足はスポーツしてる人間の足って感じが否めないけど。身長にもよるけどなんか軽くね。163。軽いよ。軽すぎ。もっと食え。大気も金が出るのがお水の良さだね。店は友達の紹介？いや自分で見つけた。お水怖いとかなかったの？水なんて全然。もともとバスへのラウンジ矢印在籍キャバ矢印レズ風俗矢印バニーガールだし。最近バニーガール多すぎてね。すれ立ってるの見て対抗心でも燃やしてんのか？マジで？あんま見ないわ。生でレズビアンを傍観してみたい。混ざれないけどいいの？混ざらなくてもいいけどそれ見てよ。2位できるならもっといい。気持ち悪いからやめて。なんでレズがレズなのかわかってる？安い給料で大変だな。キャリア積む年齢潰して10年後どうするんだろう。安くはねえな。やりたいことあるからフリーターしとるから後悔はない。絶対就職とかしない。こういうのマジみっともねえな。キャバクラ嬢を説教するおっさんと一緒だよ。私服ではカラータイツ履くの？履くときはある。バニーガールって、
何食べるんですか？辛いものが好きです。女が女のバニー衣装見て興奮するもんなんだろうか。するみたいよ。なんだ、今袖すらもないのか。あかんやん。普段はつけてるよ。定乳の子に貸した衣装にしか袖がなかったみたいで平謝りされた。ああ帰りたい。待機いつまでよ。今日暇。給料は待機中も出てる。代わりに足のウープを持っとくれさい。ほい。靴かわいいじゃん、リボンじゃなくて。ちょリボンだよ。ホストとかホステスは同性愛者が向いてるって話は聞いたことあるな。客と面倒な関係にならないからって理由で。というか男が嫌になるんだよね。あれ、ちょっと待てよ。俺そういうとこ行ったことないんだが。バニーがあるってグラス運んだりするだけで横の席に着くわけじゃないんだよな。ホステスは別にいるのか。主には横についてはやらないね。ただお客様からあのバニーガールのこと飲みたいって言われて着くこともある。指名料入るしね。と M? M 気質あるバリ猫。お疲れ。戻り記念に足首か股間に手を添えたノープ。ほい。最高だがやっぱ袖が欲しいな。袖がないと心もとないよ私も。M 字開脚ウープ。待機中だっての。M 字は諦めるから他の待機の娘の足ウープ。無理に決まってんだろ。レズオーラ出して説得したら楽勝だろ。無理。タイプじゃない。つか今日バニーは私と体入りしかいないけど多分飛ぶか不採用になる。しかし仕事中スマホいじってても何も言われないんだな。言われないよ。みんな待機中はポチポチ。ボーイは働いてるし客引きあるけどバニー含め女の子は座って待ってるだけだよ。もちろん時給は発生してる。この時期キャッチしてるの見るとかわいそうになるけどかといってコート着てるのもどうかと思う。女の子キャッチしないよ。ガルバじゃん。谷間にきっと挟んだりするの？谷間とかねえのが見てわかんねえのか？谷間じゃなくて片方の胸とかハイレグ部分にもらうよ。つるべたまないたまっちらら。一応これでも持ってんだよ。やっぱお水は飛ぶ率高いんか。どれぐらいの何割飛ぶん？私はあんまり見たことないけど稼げなくて飛んだり嫌になって飛んだりそんなに多くない。今日の子は無理そうだな。そもそもキャスト志望できたみたいだけどキャストにできるほどじゃなくて定入を断りしようとしたら粘られて仕方なくバニーさせてるみたいだけど舐めてんのかって感じ。バニー耳打つ。ありがとう。女の子になってレズセックスしたい。私はレズ風俗時代も今もバリ猫だよ。攻めはしない。こういう商売ってキャバクラとかも含めて基本客が金出したらセックスしてるもんなの？友達がキャバクラやってるんだけどやっぱ迫るクスしてるんやろか。そしたらとんでもないビッチなんだが。枕営業してる人はしてるんじゃない？私は知らないししないけどね。スリーサイズは？胸は D、ウエスト55、尻は測ったことないなあら素敵。お姉様とレズレズしたいですわ。私はバリたち意外とはしないよ。ちなみに俺ちょっと前まで女装席あってメイド服持ってた。捨てちゃったけど。レズ風俗で働いてた時、いたわそういうやつ。女装して女のふりしてた。罰金で金になって身分確認厳しくなった。そんなに女の子といろいろしたかったのか。下水な。多分女として女としたい男だったんだよ。残念ながら一物あるなら無理です。わろた。すげえな、家で楽しむぐらいにしとけよと。そう、バカじゃねえのと。よく夜の店の罰金ペナルティ聞くけどさ、罰金なんか払わないってやついなかったの？払わないなら店から出さねえから、仕事終わり。お疲れ様。スレはこの辺りで終わっていました。レースクイーンもバニーガールも、意外と体力仕事で大変そうですね。皆さんはレースクイーンやバニーガールはお好きですか？